どうもどうもだから何でも回しちゃう、どうも文人です。というわけでね、私もね、去年とかこうどうもにね、ハンドスピナーマスターとしてね、こうどうもにこうハンドスピナー回し続けてきたわけですが、ちょっとね、何分なんかね、ちょっともうこのブームは、そう、ハンドスピナーブームはね、去ってしまったような感じなんですよね。でね、そう、このハンドスピナーがブームが去ったからには、次のものがね、ブームしてくんねえと、そう、次のものがブームしてくんないとね、ハンドスピナーマスターとしてはね、ちょっとね、残念な感じなんですけどね、この、そう、ハンドスピナーの次に流行りそうなものをね、なんとね、見つけてしまいました。そしてね、そう、そのね、品物はね、なんと108円っていうめっちゃ安価、108円で見つけてしまいました。それが、これだー、バーン、カラフルスピナー。実はもう開けて遊んじゃいました。そう、このカラフルスピナーね、ちょっとハンドスピナーに似てるけどちょっと違う、よーく見るとなんか違うっしょ、雰囲気が。こっちハンドスピナーで、こっちカラフルスピナーね。多分ね、この遊び方とかってね、書いてなかったけどね、このカラフルスピナー、やっぱりこう回転型フィジェットだから、やっぱ回転させて遊ぶんじゃねえかなってわけでね、こうやって遊びます。はい。でね、遊び方の注意でね、なんか屋外で遊ぶなって書いてあるけど、多分屋外で遊ぶとね、大自然のこうエネルギーを取り込んで大変なことになるかもしれないんでね、ちょっと外で遊ぶのはちょっと控えたいと思います。家の中で遊びまくります。イエーイ。というわけでね、次はね、多分ね、このハンドスピナーの次に来るね、このスピナーブームは多分こっちのカラフルスピナーだと思います。というわけでね、これからこれがどんどん流行っていく前にね、さらにこのカラフルスピナーマスターとしてね、カラフルスピナーをマスターしたいと思うんで、この動画はね、今日はこれぐらいにしたいと思います。はい。というわけでね、皆さんもね、この108円でね、カラフルスピナーね、見つけたらね、こう絶対次のブームになると思うんでね、というかブームはみんなで作るもの、みんなでね、カラフルスピナー、で遊べばね、なんか流行ると思います。というわけでね、ハンドスピナーもいいけどカラフルスピナーもね。それでは文人でした。